はい、マヨリコチャンネルです。はい、さあ今日は何かレッスンしてほしいなと。今日ですか？はい、今日もまたちょっと教えてほしいなって思うわけですよ。はいはいはい。私、あ、放送の返し方ってどんな感じ？なんかボールの勢いとか、勢いとか、まあ、あと高さとか、そういうのを、まあ、ざっくり見ながら、あんまり近づきすぎちゃうと、こう打ちづらいじゃないですか。はいはいはい。なんかこう遠目で見ながら、あとは感覚。感覚だよね、やっぱね。やっぱ感覚かな。まあね、でも最近は感覚だけじゃないのかなと思いますけど。スクールとかさ、やっぱりボースト打つのよりやっぱ返す方が難しいじゃないですか。いや、そうですね、角度とかも変わっちゃうし、でもなんか自分の中でちょっとここをちょっと目安にすると、まあ予測っていうか、あ、こういうボールはこういう時にはこういうボールが来るんだみたいな、なんか自分の中であるんですよ。それは今日はちょっとね、話してみようかなと思いまして。じゃあ、まあ、初心者、まあ、特にこうボース返すのも大変だし、少し始めて、まあ、1年とか2年とか経つ人でも、ボースを返すのに苦戦する人はいっぱいいますからね。そうね。だから、それにちょっと知ってるだけでも、あーって、自分だったら思ったんだよね、なんかやりながら。だから、まあ、ちょっとね、そうじゃないっていう人もいるかもしれないけど、ちょっと、はい、そこをちょっと今日は。ご紹介していきたいと思います。はい、ボースなんですけど、まあ、大きく分けて2つあると思うんですよ。で、まずは横壁から前に当たって横壁に当たって出てくる3点のボールね、こういうボールと、横壁から前に当たって床に落ちるボール2点のボールですね。はい、で、この2つが、まあ、大きく分けてあるんですけど、これを、まあ、打ちに行くときに、まあ、どこで見分けるかなんですけど、まあ、正面の壁の当たる場所が横の壁に近いと、まあ、3点に当たる率が高いので、ここのピンポジションにいたときに、前のピーが風水状の動きで入っていきますが、で、横から出てくるので、まあ、そんなにいかなくてもいいから、ちょっと手前で回って出てくるボールに合わせて打つイメージだから、まあ、ピーからそんなに壁に乗らない感じです。これが3面のボールのちょっと返し方のイメージです。で、もう一個、横壁から前に当たって床に落ちるボールは、さっきと違って、このボールが自分から遠くに逃げていくので、3点のボールよりも少し横の壁に乗っていく感じです。で、返す。で、思うんですね。だから、スクールの時とかはよく分かる場所がね、真ん中だったら少し壁の方に行きましょう。で、分かる場所が角っこに近かったら、少し待って打ちましょうっていう風に説明してます。
はい、ということで今日は、はい、2点と3点のボーストですかね、うんうん、これの見極めと、はい、まあ、ちょっと入り方の違い移動距離っていうかね、うん、の些細なことなんですけどね、はい、全然違います。本当に自分じゃ分かんないよね。あ、自分じゃ分かんないけどねっていうか、でも分かるか、分かりますわ。なんかこう待つと迎えに行くみたいなところ違うし、うんうん、そうだね、ボールがね自分に来るか離れていくかの違いがねまずあるので、あとはまあそれを大まかにね2つあって、あとまあそれがまあ肉とか絡むじゃないですか、その時にねまたちょっとこうね早く準備しておくとか、また違う要素がね入ってきて、それが準備ができてればこうだんだん返せるようになると思うんですよね、うん、ね、みんな追いかけていくけどね、近すぎて打てないとかね、まあ近すぎて打てないが多いかな、届かないじゃなくてね、そういう、あと手を出せばね届いてるのに行ってね見送るとかね、一番もったいないですよね。やっぱね壁のね角度がね絡んじゃうところがまた少しのね面白いところだと思うんですけどね、なんかその辺をこう何ですかね、自分なりにこう解釈してこう自分の味方につけれると楽しさがね倍増しそうですけどね。じゃあね、この動画で少しでもねボーストを皆さんねリターン返せるように、うん、慣れるといいですね。慣れます。もうやっただけ、本当見ただけ、やっただけ、触っただけですかね。じゃあまたなんかねボーストのことはね、うん、いっぱい話せること多いと思うんで。定期的に出していきたいと思います。はい、では本日はありがとうございました。